番でも一つでも打ちと動いてくる5号艇の市川哲也。やや3号艇三河高明も牽制に来ましたが、マンスリーボートレース愛争奪戦、まず最初に優勝戦に誰が勝ち名乗りを上げるか、最初の準優勝戦を迎えています。絶好学番人気の中心の1号艇の白渦風谷の陰線であります。連日パンチ力を披露している野中芳雄、横には3号艇、こちらも仕上がりはなかなか軽快さありますが、3号艇の三河高明、動く5号艇の市川哲也、そして4号艇、ひそかなる伸びをアピールしている、かなり止めている伊藤博明、サイアウト6号艇の町鳥優輝。本番でもどうやらスタート展示通りの並び順となって、三河高明、市川哲也もスローに合流、5角フルダッシュならば威力はある伊藤博明、サイアウト終盤に来て3連勝中、7が6号艇の町鳥優輝です。左横風に変わったり、左斜め前方にまたそよいだり、風速に3メートルか。最初の準優バトル、1番、2番、3番、5番、ダッシュ、4番、6番という並びです。最初の準優勝戦第9レース、スタートしました。3号艇手前で放って、1番、2番、5番あたりがいいダッシュ、1マーク、1号艇、まずはコーナー戦での白渦勝也、2号艇野中、外の攻撃止めて冷戦さすが、3号艇に入り込んで真ん中割っていてバックへ入った、1号艇逃走態勢、2号艇野中サッセから伸びるが、1号艇の白渦勝也、さあ2号艇手の方かかってまいりました、2号艇の野中芳雄直球ハイパワー、スタート前提正常であります。2号艇コーナー先に回って、1号艇の白渦がサッセから展開、2号艇やターンが漏れ、1号艇切り込んだ白渦、3番手は3号艇の三河高明で、1番2番3番5度桂馬を通過していきます。前提スタート正常、一瞬はバック、自慢のストレートを伸ばした2号艇の野中でしたが、1号艇の白渦が2マークで差し返しています。3番手らずに3号艇、外から5号艇市川をかぶせました。おっと、トントンとボートが跳ねたが、それでも出口かかった、2号艇またまた直線で揺さぶりかけるか、2号艇野中、それでも1号艇の白渦勝也が抑え込んでいきます。1番2番3番が上位を形成です。ここでリードを広げたい白渦勝也、野中少しボートが暴れて、ここで間隔広がり、3号艇の三河高明が3番手、4号艇の伊藤の後方、5号艇の市川に6号艇の町鳥優輝が続いています。野中芳雄の直線の揺さぶりがあったんですが、それでも1号艇先頭キープで2マークで差し返した1号艇の白渦勝也ですが、これでメモリアル2000勝ゴールが見えますか。G12 勝を含めて SG ユースレギマール福岡の大ベテラン匠が差がありますが、デビュー32年、史上180人目の2000勝レーサーということになりまして、明日の優勝戦にも弾みをつけるか白渦、それにしても野中芳雄の直線、これはアピール感がありました。1番2番3番先頭1番の白渦ゴールイン、2着で2番の野中芳雄です。3着3番の三河高明、4番伊藤、5番の市川、2、6番の町鳥ゴールイン。3でいきますね、はい、ありがとうございます。
いただいていいですか。はい、はい、今のお気持ちどうですか。はい、あ、ほっとしました。はい、はい、いっそいっそ、確実にゴールしていきたいと思います。頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。